東京モーターサイクルショーで一緒に出演した高梨レイラさんがモーターステーション TV っていう YouTube の番組に出てるので会えたらいいなって思ってます。壮行会って皆さん行ったことあるんですかね。正直ちゃんと乗り始めてからはまだ半年くらいなので、上手い人が出るっていうイメージがあるので、とかどんな感じなのかなっていうのはちょっと気になります。テレビでも中でしか見たことないんで今日は3時20分くらいに起きました。もうなんかワクワクしちゃって一回1時に起きましたあと YouTube 見てくださってる皆さんのかなり嬉しいです。いつもコメントくださって嬉しいです。コメントとか来ないと思ってたのでとても嬉しいです。ありがとうございます。いやー、今日はなんていい日なんだ、なんて日だ一人でギャグ言って滑ってますよ今日は先輩がいないので突っ込んでくれる人がいません。はい、大丈夫ですかね。ブリーフィングを始めたいと思います。じゃあ皆さんおはようございます。方、楽しんで、午後ゆっくりできるようにしてください。以上、じゃあ今日一日よろしくお願いします。お願いします。あ、ついていけばいいですか。あ、わかります。緊張
サーキットです。うわー怖いすごい、初めてサーキット走ってます。楽しい、楽しいですね。対向車とか気にしなくていいのがいいですね。あーあー怖い楽しい、うわ速く走るってすごいですね、本当にちょっと信じられない。え、こんなに走っていいんですか？めっちゃ膨らんじゃってる。うわー。ちょっとだけ慣れてきます。少しだけ。うわー。ああ。ああ、膨らんだ。緊張が解けない。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。あ、お疲れ様でした。いや、今日初めて壮行会に参加してきたんですけど、思ってた以上にめっちゃ楽しかったですね。まあ、走らせてもらえるなんて思ってなかったので、ちょっと特別にちょっと走らせてもらったんですが、やっぱり対向車もいないし、信号ももちろんないし、道路の幅も広いし、15分間ぐらい走るのでちょっと集中力が最後らへんなくなってきて、めっちゃコーナー膨らんでちょっと芝生に突っ込みそうになっちゃった危なかった。じゃあサーキット走りましたけれども、安全運転で帰ります。あと今日遊びに行ったウィズミーの YouTube も概要欄に貼りますので、よかったら見てください。じゃあありがとうございました。バイバーイ。